いやなんか早くね、こうウーバーのデリバリーもうドローンにした方がいいんちゃうかみたいな。そうです ね。先日ホテルでウーバーイーツ頼んで、はい、僕が滞在してるホテルは結構微妙に分かりにくい場所なんですよ。ちょっとなんかあそこ入んねんみたいなところでホテルにたどり着くんで、でももう僕待ってるんですけど、もう明らかに迷ってんですよ何週かしてるんですよ。いや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 みたいな何やったらそのね、もう一応最終的に届けてくれたんですけども、その後にめちゃくちゃもう俺にあの評価をもう求めてくるところとかもでも一応なんかもう優しめの評価しておりましたけどぬるくなってなかった。ぬるいんですよ。だからまあ結構 Uber Eats まあの課題はやっぱりその配達の人によってえらいこうクオリティの差が出るっていうのはユーザーとしてのまあちょっと不満はずっと抱えてますよね。やっぱりロボットにした方がいやいいと思うんですよ。それこそそんなに人がやるところかって思っちゃうので、宅配したいですよね、ドローンで。まさにドローンが多分もっと本当普及すれば、やっぱりその建築にも影響、建築というかまあ単純にその建物の作り自体に多分うまく変わりますよね。変わると思ってて、玄関まで迎えに行く構造からもうそのフロアから受け取れる構造になっていいかなと思うんですよ。ベランダで受け取ればいいですよね。そうなんです。下まで行くとかの意味はわからないんで、ドローンは上に飛べるんで、まあちょっとまだ未来の話なんでしょうけど、伸びる産業っていうところに目をつけてるところが僕すごいところだなと思ってて、うん、ビジネスって、まあ、マクロとミクロがあって、そのマクロのところを外してもミクロの方を外してもどっちを一つ外れてももうビジネスって成り立たないと思ってて、で一番最初に決めないといけないのはマクロの方を外したらどんなミクロ頑張っても意味ないんで、そうですね。Please follow it! Follow it!